休憩前に引き続き会議を開きます。十二番中村俊輔議員。 皆様こんにちは市民クラブの中村介でございます本日、5番目の質問者ということで、長時間にわたる一本質問で皆様方におかれましては大変お疲れのところだとは思うんですが、あと1時間ほどお付き合いをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは質問通告に従いまして、大きくは5つの項目の質問をさせていただきます。 市長並びに関係理事者の皆様の明確かつ誠意ある答弁を求めるものであります。1、地方創生について、近い将来において、地方消滅が現実化しかねない今、地方創生は最重要課題であります。国においても経済政策を最重点課題とし、自立型の地方経営を後押しする地方分権を進めるとともに、従来の課題解決型の取り組みに変えて、 さらに自立を進める発意と多様性を重視し、提案応募型、手上げ方式を採択するなど、国庫補助金の内需状況やふるさと納税制度に代表される税制改正のありようを見ても、やる気のある自治体を応援する体制が着々と整えられております。市長におかれましても、業界や企業誘致などのほか、明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録や、 長崎市独自の取り組みであったまちぶらプロジェクトを、対義方式として改正された中心市街地活性化法に基づく基本計画として申請をし、総理大臣の認定を受けられるなど、私も一定の評価をいたしているところであります。しかしながら、今後は交付税や補助金をあてにした与えられる経営から、地域で作る、地域で稼ぐという自立した地域経営への転換を図ることが、 最重要課題であり、その上で将来にわたって必要となる子育てにかかる費用や医療費、教育費など、市民のための費用をどのように作り,作り出し、確保していくのかということが非常に重要になってまいります。したがって、どの方向に舵を切るのか、誰がどのような戦略でまちづくりを進めるのかによって、地域の経営に大きな差が生まれることとなり、 今こそ自治体の実力が試される時期を迎えているといっても過言ではありません。これらを踏まえ、地方創生時代における長崎市の生き残り策として、1、今後の行政運営のあり方について、財政面からどのような戦略で取り組もうとされているのか、その方針を踏まえ、2として長崎市の中心部において目白押しとなっている大型公共施設の整備を地域で作る、地域で稼ぐ観点から、 どのような戦略のもとに将来にわたる自主財源を確保しようとされているのかについてご見解を求めます。2、まちづくり行政について、去る7月23日、三菱重工業と三菱ひたちパワーシステムズ、MHPS が長崎造船所並びに MHPS 長崎工場を再編し、幸いまち工場を閉鎖するとの発表がなされました。内容としましまては 二2年半後の2018年度までに工場を閉鎖し、その機能は約280人の就業者とともに、防衛省向けおよび JAXA ・宇宙航空研究開発機構向けの特殊機械事業と、本工場の管理・設計部門を諫工場に集約するとされております。生き残りをかけた企業の合理化は待ったなしであり、その英断と実行の速さに改めて戦略の重要性を感じたものであります。そういった意味で 本市においても幸い町工場が移転した後の対策については工場がもたらしていた経済効果を超えるような活用策を今から準備する必要があろうかと考えております幸い町工場は中部下水処理場に隣接していることから以前何度か質問をいたしましたサッカースタジアムを前倒しして建設をすることも一つの選択肢でありましょうしその可能性は無限であると考えております 一方、このエリア一帯の土地利用の考え方を見てみますと稲佐地区を含む長崎駅周辺地区からこの辺りまでは駅の再開発区域を除いて非常に利用の,利用の度合いが低く本市でも貴重な平地にもかかわらずいわゆる低利用地となっておりますこの様子は稲佐山からの夜景を見ても明らかな通り常に真っ暗であり長崎の将来を垣間見たようなそんな気がいたします そこで、このエリアを活性化し、もって長崎全体の経済不揚を図り、夜景の上からも光り輝くような土地利用を促進するためには、溶石率の見直しなど、都市計画的な手法による手立てによる思い切った誘導策が、誘導策を講じる必要もあろうかと考えますので、括弧一として、最愛町周辺の活性化についてご見解を求めます。また 長崎駅周辺地区の対岸に位置をします稲佐地区は長崎駅に非常に近いという立地特性にありながら浦上川に分断されておりこれから進むであろう駅周辺、えー、整備の効果を享受できない状況にございますこの状況は大きな投資を伴いながら長崎市全体の活性化を図ろうとする中で大きなマイナスになるのではないかと懸念をしているところですそこで 東西市街地の連携を強化し、町中と一体的な土地利用を図るべき観点から、確保2といたしまして、旭大橋の低昇化についても、ご見解をお伺いいたします。3、安全安心なまちづくりについて、括弧1、消防行政の現況自然災害はその地域における自然環境や地理的条件によって全く違っており、斜面都市長崎においてはことさらであります。 このような中で、地域に古くから住んでいる住民の方は、地域における過去の被害を知り、どの家にどんな人が住んでいるのか、重要な情報をたくさん持っておられます。また、長崎市においては、自治会や連合自治会単位で自主防災組織結成の促進を行っておられますが、地域によってはその活動や結成自体に温度差があり、また、地域の消防団と自主防災組織との連携、 協力体制がしっかりとと確立されている地域とまたそういった意味で、災害発生時に要救助者の顔を思い浮かべながら、すぐに現場に駆けつけられる消防団の存在は、各地域においても、また本市においても重要な存在でありますし、消防団員が的確かつ安全に活動するために、必要となる資機材を準備しておくことは、非常に重要な市の責務であると私は考えております。 中でも、刻一刻と状況が変化する中で、的確な情報を伝達する消防救急無線の役割はとても重要であり、国においては従来のアナログ方式であった通信回線のデジタル化を進め、来年の5月31日にはデジタル無線機に完全に移行する法令の改正を行っております。その対応として、長崎市においてもデジタル化を進め、今年度4月から運用を開始されておられますが、 まずデジタル化後、どのような効果が現れているのか、その現況についてお伺いをいたします。また、消防団活動において、発生した災害についての正確な情報の入手は重要なものであると考えておりますが、消防救急無線のデジタル化移行に伴い、消防団への情報伝達方法など、災害出動等への影響は出ていないのか、重ねてお伺いをいたします2あ。水道施設の安全確保 先月8月6日午後0時半ごろ長崎市大橋町で合計700人の水道管が破裂しました職員や作業員の方々の懸命な復旧のおかげで応急修理も迅速に終えられまた幸いにも浄水場管をつなぐ水道管であったため一般家庭の断水は免れましたがそれでも破裂の影響で県道が一時冠水し岩屋橋交差点から 浦上警察署前までの約300メートルが全面通行止めとなったほか付近の国道206号で最大4キロの渋滞が発生するなど市民生活に多大な影響が生じたことは皆さんもご存知の通りであります偶然にもその場に遭遇しその後関連するニュースをテレビで拝見しながらこの事故が昨年の国体開催時や8月9日の原爆記念式典に重なった場合を想定したときその影響は計り知れないものであるということは想像に難くありません また、水道は市民生活や社会・経済活動になくてはならない重要なライフラインであり、水道管自体の健全性はもちろんのこと、地震などの非常事態における機能の確保や病院など、重要施設への給水の確保が必要とされております。一方、水道施設の耐震化について、全国の状況を見てみますと、基幹的な管路の耐震化が約34.8%、 浄水場の耐震化が約22.1%、排水値が約47.1%と、まだまだ備えが十分であるとは言えない状況であります。今回の破損事故についても説明によれば、耐用年数を25年も過ぎた老朽化が原因とされ、早急な取り替えが望まれるところでありますが、重要なライフラインであるということを考え合わせれば、単に老朽した管路の更新ではなく、地震などにも強い施設の構築を 水道利用者の方々の理解のもとに進めるべきであると考えますが、本市における水道施設の更新の今後の在り方について、ご見解を求めます。4、子育て環境の充実について、健康保険制度に基づく子どもの窓口負担の法定割合は、未就学児で2割、小学校1年生以上は3割となっておりますが、実際には多くの自治体が子どもが一定の年齢になるまでは、 無料で医療を受けられることのできる制度を設けております長崎市のホームページを確認したところ小学校就学前までの入幼時を対象とした福祉医療制度が設けられておりますそもそもこの制度は本来なら患者が支払う窓口負担を自治体が代わって支払うものでそれぞれの自治体が財政状況を勘案しながら自主的に上乗せの助成を行うといった形になっており非常に政策的な取り組みであります そのため、i ターンや U ターンに力を入れている地域では、子育てのしやすさをアピールするために、子どもの医療費助成を充実させて、若者たちに定住を呼び込んでいるところもあり、例えば北海道の南富良野町では、子どもが大学生や専門学生など、就学中であれば、通院も入院も22歳まで医療費の負担がありません。このようににに内容に差はあれ各自治体においては 子どもの医療費助成制度を実施しており、地方自治体の生き残りをかけた定住人口の拡大策がここにも表れているように拝見をいたしました。子どもは未来の長崎を支える人材、宝であり、子育て支援、若者支援は未来への投資であります。長崎を支える人材を長崎市全体で育てると考えるならば、国費はなくとも自主財源を積極的に稼ぎながら、子育て世代にのしかかる子ども医療費をさらに拡充。 あるいは女性の対象年齢をさらに拡大することに異論はないものと考えます。これらを踏まえ、地方創生の観点からご見解を求めます。5、アグリの家の運営について、去る6月議会施政一般質問において、同僚議員から同趣旨の質問がございましたが、その立地や周辺環境が類似すると思われる施設を例に挙げてお伺いをいたします以前熊本県は阿蘇郡にあります。 某宿泊型施設を訪れる機会がございました同施設は、熊本県が誘致した企業で、総務大臣が所管する日本予防医学行政審査会の認定を受けた施設であります。従って、施設健康の専門家が監修する世界唯一のテーマパークとされ、頭と体を使うさまざまなアトラクションや、自家栽培の野菜やきのこ、畜産物を使った食事、数多くの温泉や宿泊施設などを通して、 本物の健康づくりを楽しむ仕掛けで、地元のみならず、県外、国外から多くの観光客集客にも成功をしております。しかし、その人気の秘密は、その施設の魅力もさることながら、阿蘇という立地にあり、多くのテーマパークが観光客にとって魅力に乏しく、入場者数が伸び悩む中、阿蘇というバックグラウンドに支えられながら、相互に保管し合い、 うまた同施設は企業誘致としての側面からも地元に貢献をしており少々古い数字ではありますが雇用の面でも正社員、パートアルバイトテナントの従業員まで含めるとその数はおよそ500名にも上っておりそのうち阿蘇郡内からの雇用されている従業員が約70%を占めておりますさらにレストランなどの食材の多くも地元の農協から仕入れをしているほか 自治体へのの税収の面でも大きく貢献をしていると考えられます翻って、アグニの丘を見てみますと、阿蘇に負けずとも劣らない観光資源と海産物などを中心とする食材に恵まれた長崎というバックグラウンド、東シナ海を目指せる景勝地という立地、さらにはチキミハイスという宿泊施設に近接するという非常に恵まれた環境にありながら、それらと有機的に連携をすることもなく、孤軍奮闘をしているのが現状であります。一長崎市民として また子育て世代の一利用者としては、非常にもったいない気持ちで拝見をしているところであります。そこで、アグニの丘の運営策について、それ単体で活用策を考えるのではなく、長崎というバックグラウンド全体を背景とした経営感覚の中で、地域の食材や仕組み配置などと連携をさせながら、宿泊施設としても魅力あるテーマパークとしてよみがえらすことができれば、地元雇用を伴いながら、長崎市の新しい魅力として再び輝き始めるのではなかろうかと。 考えておりますので本市のご見解を求めます以上本段からの質問とさせていただきます答弁によっては自責より再質問をさせていただきます 市民クラブ中村俊介議員の質問にお答えしますまず1点目の地方創生についての括弧1行財政運営の今後の在り方についてお答えいたします国におきましては人口減少に歯止めをかけるとともに東京圏への一極集中を是正しそれぞれの地域で住みよい環境を確保して将来にわたって活力ある社会を維持していくことを目的として町人仕事創生法を制定し 施策の基本的方向性などを示した総合戦略を策定をしておりますこの地方創生の流れの中では頑張る地域へ支援を行うという姿勢が明確に打ち出されるとともに地方においては稼ぐ力を引き出すことなどが基本方針として示されていますこれらを踏まえ長崎市の具体的な戦略につきましては関係団体や市民の皆さんと知恵を出し合いながらまた議会のご意見もお伺いしながら 長崎市町人仕事創生総合戦略のの今年度中の策定に向けてて現在作業を進めていますこの長崎市盤総合戦略のポイントといたしましては歴史や文化自然景観食など長崎市が持つ豊富な資源を強みとして生かし交流人口の拡大による経済の活性化交流の産業化をキーワードとして雇用の創出、定住促進ひいては 税収増につなげていきたいと考えています長崎市は他都市に比べて税収基盤が弱く地方交付税などに大きく依存した財務状況となっていますがこれまでの行財政改革の取り組みにより厳しいながらも少しずつ財政的な余力が出てきていますこのようにして捻出した財源を福祉や教育子育て支援といった暮らしやすさの充実につながる施策に配分するとともに地域経済の活性化雇用創出 定住促進につながるような施策にも配分し、着実に成果を出すことによってまた新たな財源を生み出すという好循環のサイクルの確立につなげていきたいと考えています。議員ご指摘のように、今後は国に依存するだけではなく、必要な財源は自ら生み出し、暮らしやすさは自分たちで作っていくというのが地方創生の趣旨にも合致したものと考えておりますので、地方創生の目標達成に向け、自律的で安定的な行財政基盤の確立に努めてまいります。 次に1点目の括弧に地域で作る地域で稼ぐ戦略についてお答えします先ほどご答弁申し上げたとおり現在長崎市においても総合戦略策定の取り組みを進めています具体的には人口減少対策推進本部を中心に産業界教育機関行政機関金融機関労働団体メディアのいわゆる産学・官金・労元などの各分野や市議会のご意見をお伺いしながら 雇用創出やソフト支援等の雇用創出や子育て支援等のソフト施策とまちづくりに関するハード施策の両面または組み合わせによる戦略づくりを進めています。その中で地域活性化につながる大型の都市基盤整備は長崎市の強みを生かした交流人口拡大にも寄与し、今後の長崎市のまちづくりを担う重要な戦略の一つになります。またそのような大型事業を実施するにあたりましては。 国の地方創生の動きに迅速かつ的確に対応し有利な財源を積極的に活用していくことが重要だと考えていますその一つの事例として議員のご質問にありましたようにまちぶらプロジェクトを進めるにあたり社会,社会資本総合整備計画を策定するとともに平成27年3月には中心市街地活性化基本計画を策定し内閣総理大臣の認定をいただいたところです このことで活用できる交付金の拡大や交付率の拡大などといった国からの支援を受けることが可能となりました一方では大型公共事業等のハード事業においては民間の資金やノウハウなどを最大限活用する中でコストの縮減を図り財源負担を減らす努力を行うことが重要であると考えていますまた民間等の参入を促すことで施設整備や運営面での財源確保につながるとともに 新たな民間等の利益を生み出し雇用の創出や税収増にもつながりそれを財源として長崎を元気にするための新たな施策に投資するといった好循環が期待できるところです地方創生が成功するかどうかは各地域の知恵にかかっていると言っても過言ではありません国の地方創生の流れをしっかりと捉え長崎の個性を強みとしてその潜在力を最大限に発揮できるよう有用な財源の活用のほか 安定的な自主財源の確保に努めながら地方創生・人口減少対策を推進していきたいと考えています以上本段からの答弁といたします都市計画部長ご質問の二点目まちづくり行政についての括弧一）。 西亜町周辺の活性化についいてお答えいたします現在、西山地周辺に立地しております三菱重工並びに三菱日立パワーシステムズの工場につきましては平成29年度末をめどに阿久野浦や諫早の工場へ移転することが今年7月末に発表されましたこの土地の用途地域につきましては土地の利用の状況から工業地域を指定し憲兵率 60%容積率200%となっております移転完了後の土地の活用方策につきましては現在のところ明らかになっておりませんが長崎市の中心部に位置する規模が大きい平坦地であり今後のまちづくりを進める上で重要な土地であるものと認識しております従いまして今後の土地活用のあり方について所有者と意見交換を行うとともに用途地域等につきましても必要に応じ見直しを行ってまいりたいと 考えております次に同じくご質問の2点目まちづくり行政についての確保に朝日大橋の提唱化についてお答えいたします長崎駅周辺地区は土地区アクセ事業などにより陸の玄関口としての再整備を進めておりますが都心部の活性化のためにはこの地区で新たに承知される交流や逃げ合いを周辺の地区まで波及させていく必要がございますこのような中 長崎駅周辺地区と朝日町などが位置する浦上川右岸地区は、その間を流れる浦上川の幅がわずか百メートル程度ながら、現実的にはお,およそ七百メートルの高架橋である朝日大橋で隔てられております。長崎駅周辺地区のにぎわいを浦上川右岸地区まで波及させ、両地区の一体的な発展進行を図るためには、朝日大橋を低床化し 両地区の距離感を縮めるとともに道路や歩行者の利便性、快適性の向上を図ることが最も重要なことと考えております。そこで、市と県が共同で進めている都市再生総合整備事業の中で平成25年3月に浦上川右岸地区などの周辺,地区に周辺地区も含めた長崎駅周辺エリアの整備計画を策定した際に整備を図るべき都市基盤施設として 朝日大橋の提唱化についいいててもけをしているところでございます一方で、管理者である長崎県からは、課題としまして、この旭大橋は昭和57年3月に完成し、現在33年が経過しているが、インフラ施設の長寿命化が全国的な課題となっている中、補助金上の耐用年数の45年に達しない中での解体撤去は非常に厳しい状況にある。 また旭大橋の上流側の護岸には現在数隻の船舶が停泊しており低床化となればこれらの船舶の移転先について問題が生じてくると危機をんでおりますしかしながら長崎市としましては浦上が右岸地区の活性化を図る上で朝日大橋の低床化は必要不可欠と考えておりますので今後とも一日も早く低床化が実現できるよう 県に対し強く働きかけててままいいりりたいと考えております以上でございます消防局長え。ご質問の3点目、安全安心なまちづくりについての括弧1、消防行政の現況についてお答えいたします。消防救急無線のデジタル化後の効果と消防団活動の影響としまして、 消防救急無線は消防局の通信指令室や消防隊相互の情報伝達を行うための通信指令システムで消防活動上不可欠なものでございます。この消防救急無線につきましては電波法令が改正され既存のアナログ方式の使用期限が平成28年5月末までとされたことから長崎市におきましては平成25年度から デジタル化に取り組み平成27年4月から運用を開始しているところでございますご質問のデジ,タルデジタル化方式へ移行した効果としましては、無線の更新内容を一般の方が聞けなくなり、個人のプライバシーなど保護されること、また音声が鮮明になったことや、無線の渾身が解消されたことなどの効果が表れております。 さらに長崎市ではデジタル化に合わせまして無線局を再整備し無線通信エリアの拡大を図るとともに大規模地震にも対応できるよう無線等などの耐震性を確保したところでございますデジタル化以降に伴う消防団の出動等への影響につきましてはデジ,デジタル化された無線受信機を各分団の消防車両へ設置するとともに 災害現場における消防団員間の情報伝達手段として、全分団へトランシーバーを配備し、火災等の災害時の情報伝達手段を確保しているところでございます。また、消防団の出動につきましては、防災行政無線による出動指令と合わせて、あらかじめ登録された消防団員への電話による出動指令、および 災害情報のメール配信により行っており、現在のところはデジタル化方式への移行後の影響は特にないものと考えております。いずれにいたしましても、今後も迅速な災害活動に対応できるよう、消防団と協議を重ねながら、情報伝達手段のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考えてございます。考えておりまますす以上でございます上下水道局長 ご質問の3安心安全なまちづくりについての過去に水道施設の安全確保についてお答えします。さる8月6日に大橋町で発生した送水管破損事故につきましては、道路出水のため、岩橋交差点から浦上警察署前交差点までの区間が長時間、全面通行止めとなり、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけたいたしましたことについて、深くお詫び申し上げます。 この間は昭和25年に敷設され、65年経過した中鉄管で、原因は老朽化による自然破損であると考えております。長崎市では現在、平成25年度末で2500キロメートルの水道管を管理しており、そのうち耐用年数とされる施設後40年を経過した管路の割合は12.9%となっております。このような老朽化につきましては、昭和43年度から 5カ年継続の排水施設整備事業により計画的に不設替えを行ってきております現在平成25年度から平成29年度までの第10次排水施設整備事業では老朽化の更新を促進するため第9次の総額に30億円増額した総額80億円で実施しているところです管路の不設替えにつきましては単に経年経過年数だけではなく破損実績や赤水の発生度合いなど 管路の機能評価を行い、総合的に判断して、一定の耐久度が見込めるものは使用期間を延長する一方、老朽度の進行が懸念されるものは、耐用年数前であっても、不設替えするなど,のなど、管の安全性、経済性をも踏まえた管路更新計画をもとに、優先度の高いものから実施しているところでございます。また、機能評価にあたっては、避難所や病院などの災害時の重要拠点となる施設に排水している管路についても、 優先度を判断する要素の一つとしているほか敷設外に際しましては全て耐震管を採用することで同時に耐震化も図っているところでございますしかしながら交通量が多い繁華街で昼夜とも人通りが絶えない埋設管が複装しているなど施工に困難性を抱える箇所については優先度が高くても直ちに施設外が難しく更新できずにいるところもございます 現在取り組んでいる第10次排水施設整備事業では、こうした箇所についても積極的に解消するよう努めているところでございます。いずれにいたしましても、水道施設の安心・安全を確保するため、工事に際しての交通規制や夜間作業等について、周辺住民の皆様のご理解、ご協力をお願いしながら、今後とも計画的な更新に努めてまいりたいと考えておりまます。以上でございます子ども部長。 ご質問の4点目、子育て環境の充実についてお答えいたします。少子化対策として子育てしやすい町とするために、子育て環境の充実は喫緊の課題であり、安心して子どもを産み育て、子どもの健やかな育ちを図ることを、総合計画の基本施策に掲げ、妊娠期、新生児期から切れ目のない支援を行っております。また、子育てに伴う経済的負担の軽減につきましては、 市や県が行った子育て家庭へのアンケート調査においても子育て家庭の多くが望むものとして上位を占めており従来から鋭意検討を重ねておりますそのような中子どもの医療費助成につきましては先の6月議会に条例改正を提案させていただき平成28年4月診療分からこれまで小学校就学前の乳幼児を対象としていたものを 小学校卒業までに拡大すすることとしておりますまた、保育所や幼稚園の保育料につきましても、本年4月からの子ども・子育て支援申請の開始に合わせ、国の基準を踏まえつつ、一部軽減の拡大を行うとともに、3人以上の多世帯に対する保育料につきましては、第3子以降の保育料を無料とする対象世帯を拡大をしております。このように 少子化対策として子育てに伴う経済的負担軽減の拡大を実施しております。議員ご指摘の子どもの医療費助成の対象年齢のさらなる拡大につきましては、多くの都市で対象年齢を中学生までとしている現状にありますが、多額の財政負担を伴いますので、小学校卒業までに拡大したことによる少子化対策の効果等も検証する必要があると考えております。いいずれにいたしましまても 長崎市を子育てしやすい町とするために、さらなる子育て環境の充実が必要であると考えておりますので、子育てに伴う経済的負担の軽減も含めまして、さまざまな観点から検討してまいりたいと考えておりまますす以上でございます水産農り部長。ご質問の5点目、あぐり農家の運営につきまして、お答えいたします。 アグリの大川を含む憩いの里は市民が交流体験及び遊びを通して自然と触れ合うことができる農業公園型施設でありここ数年は約29万人の来園者があっております議員ご紹介されました阿蘇にございます民間のテーマパークは体験運動癒し食事宿泊買い物といった要素で構成され 年間400万人以上の来園者があり、地元農産物や無農薬野菜を使うなど、健康や食にこだわっていると聞いております。この施設は健康というテーマを前面に打ち出し、他の施設との差別化を図ることで多くの来園者を獲得しており、また地元雇用や地元産の農畜産物の活用といった観点からも参考とすべき点があると考えております。 アグリの丘におきましても市民団体による森林ヨガなどの健康に関するプログラムやじゃがいも玉ねぎさつまいもなどの収穫体験収穫から調理まで行うとって作って食べよう体験などの食に関するプログラムを実施しており園内の農産物直売所では近隣の地元農産物やイノシシ肉の販売などを行うなど周辺地域との連携 周辺地域と連携した取りり組みも行っておりますまた仕組み配置との連携強化につきましては商工部と協議調整を行い来年度以降に式見配置を運営することとなる新たな事業者を含めて具体的な検討を進めることといたしておりますアグリのほかは社会情勢の変化に伴い運営企業が撤退したこともあることから新たな設備投資や 高度なサービスの提供を行う民間のテーマパークのようなものではなく人と自然のつながりを思い出し体感する場及び職能教育というコンセプトを定め運営を行っております従いましてこのコンセプトに基づき自然や景観といった資源を最大限に活かすとともに市民協働によりにぎわいや魅力を創出することで他の施設にはない 特徴を際立たせ、市民の皆様が楽しめる施設づくりに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。十二番中村俊輔議員、はい。え、一通りのご答弁をいただきましたので、えー、再質問をさせていただきたいと思います。えー、まずですけれども、地方創生について、えー、ですね。括弧一の行財政運営の今後のあり方についての再質問になります。 まあ自治体が稼ぐという手法の一つとして、国のですね有利な制度、それから競争的補助金の獲得、先ほど本段からも答弁の中にそうありましたけれども、現政権下で,で、中心市街地の活性化であるとか、それから地域再生計画の認定といった、手上げ方式の補助メニュー、そしていわゆる法律の枠を超えた 特区制度を創設されている、そしてそ,のそういったです、ね、公募型の予算であるとか、特例を獲得するためには、常日頃からです、ね、アンテナを広く張り巡らした状態で,です、ね、情報収集を行う必要があるし、公募が始まってからではです、ね、対応が遅れるかもしれないので、まあ、職員の皆さんをです、ね、減らす業格の中にありながらも、職員の皆さんのビジョンを共有して、戦略を考えて必要となる 例えば計画書であるとか、申請書をいつでも作成できる体制を整えておく必要があると私は思うんですけれども、こういったそのチャレンジングなです、ね、制度に対して、どういった体制で競争的な補助金を他の自治体に率先して獲得しようとしているのか、その点についてご見解をお願いいたします企画財政部長最初にお答えいたします。 地方創生に対する国の考え方といたしましては、地方自らが知恵を絞り、地方版総合戦略を策定、推進していく自治体に対し、さまざまな支援を切れ目なく展開するというものになっております。現在、長崎市版総合戦略の策定を進めているところでございますが、他の都市にはない長崎の強みを生かした実効性のある戦略、 行政だけではなく、さまざまな分野の皆さんが当事者意識を持って取り組める戦略にしたいというふうに考えております。このように独自性、実効性を持った戦略とすることによって、新たに創設される新型交付金をはじめとした国の支援措置の確保につながるものというふうに考えております。地方創生に当たりましては、総合戦略に沿って必要な施策に取り組み、その中で使える財源はしっかり確保しながら、着実に成果を上げるということができるように取り組んでいきたいというふうに考えております以上でございます。 12番、中村俊介議員長崎市独自の強みを生かして、えーまあ、戦略的に取り組みを進めていくということであるかとは思いますけれども、まあ、正確な情報の収集ですとか、まあ、スピード感を持ったです、ね、対応力とか、そして戦略策定の能力というものが、えー、必ず必要になってくると思いますので、その辺はしっかりとやっていただきたいなと思っております。えー、そして、えー、もう一点質問再質問ですが まあ、国庫補助事業のです、ね、今年度の内需の状況、まあ、事業によっては大幅にカットをされております、そういった状況をです、ね、どのように分析をされて、またそれをです、ね、教訓とした上えで、来年度以降、どんな事業にどういったメニューを使おうとしているのか、また進捗状況について、国や県とどのような協議を行っているのか、またさらに平成28年度におけるです、ね、採択の見通しについてお伺いをいたします。 企画財政部長最初にお答えいたします議員ご指摘のように、今年度におきましては、国庫補助金の内需状況がこれまでと比較いたしまして、大幅に低く、特にあの国土交通省所管の社会資本整備総合交付金におきまして、非常に厳しい状況がございました。この要因といたしましては、国の地方創生のです、ねえー、に沿った、そういったあの取り組みがです、ね、若干遅れた部分もございますが、 1あの一つには、長崎市もそうでございますけど、国に対するですね要望額が全国的に増えていると、国の予算枠がですね増えない中で、そういった要望額が増えていると、そういった状況があろうかというふうに考えております。そういった中、来年度の国の予算の状況でございますけど、概算要求基準におきましては、公共事業費などの裁量的経費、これが10%カットとなったものの、 新しい日本のための優先課題推進枠が別枠で設けられました。しかしながら、地方創生で新たに創設される新型交付金につきましては、他の補助金を組み替えたものであるなど、国全体の予算枠の拡大は非常に厳しいものというふうに想定をされております。一方では、地方創生を切り口とした予算、これは増えることが想定されることから、国の動向を十分把握しながら、 長崎市場の総合戦略との整合性を見極めつつ、有利な財源を活用できるよう取り組んでいきたいというふうに考えております。先ほども議員の方からございましたけど、いろいろな情報収集に努めながらです、ね、そういったものを取り込めるようにやっていきたいとで。国におきまして、それから今の現状といたしましては、国に対して、現在の来年度予算の概算要望を行っている段階でございますが、今後時期を捉えて、補助金獲得に向けた要望活動を行うなど、 財源確保の強化にも進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。十二番中村俊輔議員。え、まあ国のですね、二十二千十六年度の予算の概算要求ではですね、えー、各省庁が地域に経済を再生させるための事業費を積極的に、えー、まあ計上をしてきていると。あ地域経済活性化の速効性が高いとされる観光客の例えばですね、増加に向けて。 観光庁は15年度、あ2015年度ですね。当初費の43%増の142億円と強気の要求に踏み切っておりますし、宿泊施設、案内所、それから外国人旅行客の受け入れ体制を緊急に整備する新規事業に4億円を計上しています。外国人にあまり馴染みがなかった地域にも足を運んでもらえるようにと。 言った趣旨があるのかとも知れません、まあ、そんな中で、先ほど答弁にもありました、長崎市の強みを生かすとか、まあ、独自性を生かすということでありましたけれども、まあ、つまりは歴史、文化、そういった観光面での資源を生かしていくということであるかと思いますが、こういった状況になってまいりますと、観光都市長崎の優位性というのは決して安泰ではないのではないかなというふうにも私は感じております。まあ、こうしした状況に対してです、ね、長崎が 日本全国のまあ住民企業に選んでいただけるそういった地域であり続けるためには、やはりさらに地域を磨くと交流人口もしくは重ねてですね定住人口を増やしていくことがですね重要になってまいります。そのために観光はもう当然なんですが産業の振興であるとか生活環境面の魅力を高めるためだけではなくて地域の魅力をまあ選ぶ側 選択していただく側の立場に立って、適切に伝える努力も私は必要であると考えておりますので、言ってみれば、かつての明治維新にあったように、選ばれる長崎市を目指した戦略、こういったものを地方創生時代を切り開いていっていただきたいと考えております、それからまあ本市の中心部の大型公共施設の整備についてなんですが、やはり今後のですね計画自体がまあ流動的と申しましょうか。 先ほど質問された各議員の皆さんからも出ておりましたけれども、結構不透明なですね面が多いと、公会堂にしても、市役所にしても、ですね交流拠点施設にしても、ですねこういったものがありますので、こういった面については、やはり横断的なですねプロジェクトチームのようなものを、私は設置すべきではなかろうかと考えておりますし、まあ、大型公共施設の整備については、各議員の皆さんがですね、 市長にに対して非常に辛く当たるのは私は裏を返せば、その期待の裏返しじゃなかろうかなというふうにも感じることもありますけれども、あーまあ縦割りのです、ね、バラバラに検討するような、そういったことではなくて、きっちりとしたチームを組んでいただいて、総合的に検討をしていただきますことを、私の方からこの件は要望とさせていただきたいと思います。それから続きまして えー、2のまちづくり行政について、えー、1の狭山町周辺の活性化について、えー、再質問させていただきます。えー、まずですね、まああのー、1、括弧1の周辺の活性化と、それから括弧2の旭大橋の低償化、いずれも、えー、どちらかといえば前向きなご答弁をいただいたのかなという印象はございますけども。<laughs> えー まあその点でえまあ再質問ですが。まずですね、土地の用途地域についてという答弁があったんですが、私の中では、これはあの用途の変更というわけではありません。と言いますのは、すでにこの地域の中には、今、純工量地域であるわけですけれども、印刷所でありますとか、自動車の整備工場であるとか、 まあ、かまぼこ工場であるとか、そういったものがですね、混在をしております。で、これで、えーまあ、用途の地域の変更をしてしまいますと、えー、万が一建て直すといった場合には、新たに建てられない建築物の条件になってしまうんですね。まあ、あの資料によりますと、300平方メートルを超える自動車修理工場や、危険性や環境悪化の恐れがやや多い工場などというのは、建てられないということになりますので、えーまあ、私のご意見を申し上げますと、 まあ、都市計画審議会などで,です、ねえーまあ、お諮りをいただいて、えー、現在、工業地域でありますから、憲兵率は60%、そして工業地域の業績率、これは200%となっておりますけれども、えー、この、えー、縛りをです、ね、緩和をする必要があるんじゃなかろうかと思うんですね。えーまあ、例えば具体的に申し上げると、おー現在200%となっている このエリアを300%なり400、400%なりに上げると、民間の取り組みを刺激するといいますか、民間の方々が入りやすい状況、にぎわいを作っていただくために推進してはどうかと考えているんですが、この点についてお答えがあればお願いいたします土地計画部長。再質問にお答えいたします。 用途地域を変更することなく、要請積率等を緩和する手法でございますけれども、えー、まあ具体的な手法としては、地区計画、これを定めること、あるいはまあ建,築建築時の総合設計制度、これを活用していただく、まあ、こういったものがございます。 えー、例えば、容、ま、積、あ、率の緩和の部分で、まあ、地区計画を申し上げましたけれども、まあ、事例としては、地区計画のまあ再開発等促進区と、まあ、こういった制度もございまして、えー、これを用いますとです、ね、えーまあ、低未利用地において、土地利用の転換を円滑にまあ推進できると、まあ、こういう制度もございます。ただ、まあ、こういうもろもろの制度がございますけれども、まあ、現在のところ、この土地というのは、民間がご所有の土地ということもございます。あの民間の方の方 計画もあられると思いますので、まあ、先に答弁いたしましたように、まずはあの意見交換等を通じて、えー、まあお考えをお聞きした中で、まあ、長崎市としては、市としての考え方、これをお示しをしながらです、ね、適切な土地利用に誘導してまいりたいというふうに考えております。以上ででございます12番中村今後です、ね、土地の所有者である まあ、三菱重工さんとです、ねまあ、交渉なり、なりかけなり、こ、まあ、言葉は何でもいいですけれども、あのまあ、いち早くアプローチをしていただいてです、ね、より良い土地活用をやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それからもう1点ですね、まあ、幸町工場が閉鎖をする2年半後といいますと、まあ、今、一生懸命に本市が取り組まれておられます、新幹線、はおるか、また立体連続立体交差事業もまた完成を見ておりません。 非常に近い将来と言いますけれども、まあ、わずか数年後の身近な問題であります。えー、まあ、えー、これらのですね時間的な観点、そして地方創生という時代背景を踏まえるならば、あの先導的なですね、高、え、揚、ーえー、失礼しました、高揚積化ですね。はい、高水積化もまあ、含めて。 えーまあ、これも先ほどもプロジェクトチームという言葉を使わせていただきましたけれども、やはりやる気のあるです、ね、職員の方を集めて、えーまあ、プロジェクトチームを立ち上げるとか、その後に控える長崎駅周辺の 周辺であるとか、浦上駅周辺などとも、やはりこれはうまく連携をさせながら、より実践的な具体的な取り組みを講じていくべきだと思います、そして当然、今、特別委員会の中で、長崎駅周辺再生日特別委員会も立ち上がっております、えー、ので,で、この点について、何かご見解があれば、お聞かせ願いたいと思います土地計画部長。 はい、ええー、再質問にお答えいたします。まあ、いまマナーのご質問の中で、えー、まあ時間的な観点というお言葉がございました。あの仰っしゃるように、今あのスピードを求められる時代でございます。えー、まああのまあ現状でまあ検討していくというよりも、先を見越してですね、えー、前,前へと早め早めの検討、これはぜひ必要な部分だと思いますので、今後とも。 まあ駅周辺に限らずですね。まあ今年度はあの都市計画マスタープランの改定作業等も行っておりますので、まあそういう重要な時期だと思いますので、まずあのしっかりとした計画を立ててえ将来につなげていきたいというふうに考えております。以上でございます。十二番中村俊介議員。はい。はい、ありがとうございます。えー、それではですね、今度はあの浅井和市の低償却の方の再質問させていただきます。 えーまあ、答弁の中で,です、ね、えーまあ、平成25年3月に、えーまあ、長崎駅周辺エリアの整備計画を策定した際に、低、えー、床化についても施策として盛り込んだという答弁がございました、まあ、しかしながら、あまあ、長崎県の方ですね、管理者の方から、あまあ、補助金上の対応年数、45年に達していない、それから現在、数隻の船舶が停泊をしておる いうことで、そこが問題であるという回答だったというご回答でしたね。えーまあ、あの私もです、ね、こちらの管轄といいますか、管理されている県のです、ね、長崎県振興局長崎港湾漁港事務所、ちょっと長いんですけど、こちらの方に。 情報提供といいますか、お伺いをしたんですが、まあ、今、結局はです、ねえー、県で、あのー、そこの護岸にしてもです、ね、それから臨港道路にしても、県で管理をされているということであれば、やはり、えーまあ、長崎市からもです、ね、今後の周辺の再整備事業がありますから、あのー、これを契機にです、ねあのーまあ、協議といいますか、えー、要望をしていけばです、ね、まあ、そういった船舶の件についても、またその、 あち県の側ので対応をある程度していただけるんじゃなかろうかなと思っておりますし、それからそのお、まあ、れ賛否両論あるんですけども、あのー、まあ県庁が移転をするにあたって、過去の歴代の知事ですね、金子知事で前知事であるとか、現在の中村知事も、この低床化、昔でいうと、 なんですかね、平坦平坦かというんですかね、えー、まあそういった表現をされておられましたけれども、非常にその堅調移転に伴って、やはりこの浅日氷橋を低層化をしていくことも必要なのではないかという前向きな、過去にですね県議会の中で答弁もありました。 ああのそういうこともありますので、ですね私はその行政のお、まあ、政策というのは、よっぽどのことがない限り、そんな百180度変わることはないんじゃなかろうかなと思っておりますし、えー、それからその船舶の件ですね、ここに係留、えー、されておるといいますか、に荷物のです、ねえー、荷降ろし等をやられているということでありますけれども、あのー、こちらに関しても、ですね、えー、他のお船舶はこ、その場所よりも手前の岸壁ですね、えー、三菱電機さんの あたりでも2の積み下ろしをされているということはそういったことも可能であるわけですねそれからまた避難年という観点から申し上げましても もうこれはあの新漁港、あぜかりですね、平港というところも避難港ということで、台風とか等々あるときにまあ避難をする、船舶を避難させる避難港という考え方があるようですけれども、こちらのほうもほ他にもそういった場所があるわけですから、ぜひとも長崎市の方から、その低消化に対して協力を求めるということが必要であると思いますが、その点について、ご見解をお伺いいたしています。都市計画部長 再質問にお答えいたします旭大橋の提唱家でございますが、あの先ほど答弁いたしましたように、都市再生総合整備事業、この中で長崎駅周辺エリアの整備計画を策定をしております。でこの計画につきましては 長崎県と長崎市が共同で計画をしたものでございまして、その中に旭大橋の提唱化というものをしっかりと位置づけをしているところでございます。従いました長崎県としてもこのことについてはです、ね、もう十分に認識をしているということはもう間違いないというふうに思っております。で、その正しい実務的な課題として、まだ対応年数に達していないということに対する補助金の返還の問題であったり、 あるいは新たな補助事業の採択が可能かどうかという懸念があるということとか、例えば、ー、ご質問がありました船舶の問題、そして、えー、一つにあの長寿命化計画というのを、まあ、長崎県でも策定をされておりますが、そことの整合性、まあ、こういったあの複数の問題がございます。 でまあ、こういった問題については、まあ、基本的には長崎県の方でです、ね、もう解決をしていくということで、まあ、私どもとしてはその状況を見守っていくと、でなおかつこの検討をです、ね、早めにしていただくように、一日も早く対象化できるように、機会を捉えて要望してまいりたいというふうに考えております。以上でございます12番中村俊介議員、はいえまあ、長崎市としても前向きに県の方に働きかけを していっていただけるものであろうと私はそのように理解をいたしましたあ、まあまの特別委員会もあございますので今後ですねまあ、駅周辺の地域との連携であるとか道路交通網のですね結設のあり方であるとかそういった調査項目もございますので今後はですねまた特別委員会の方でも本件に関してまあ、おそらく議論がなされることと なることと思いますので、えー、継続してまたあ担当部長をはじめとするう所管の皆さんに私としてもご意見を申し上げていきたいと思っておりますのでよろしくお願いをいたします、えー、それではあ続きまして、えー、安全安心なまちづくりについて、えー、まあ、デジタル化の件でしたが、えー、こちらの方で、えー、再質問なんですが、えーまあ、まずですね各地域の消防団と 自主防災組織の連携強化、連携、そして協力、この体制を強化することが必要であると、私、先ほど本段から申し述べましたが、ちょっとこの点について、ちょっとご回答が若干少なかったようですので、もうちょっと具体的に、ですねその強化のためにどのような対応を行っていこうとされておるのか、ご答弁をいいいたただきたいと思います再質問にお答えします。 消防局としましては消防団と婦人防火クラブ自治会や自主防火組織などのが連携した地域での訓練の実施について自治会などへ呼びかけを行いますとともに消防団に協力を求めてきたところでございます今後とも消防団が地域と連携して活動できる環境づくりのために消防団の理解と協力を得ながら 多様な対策を講じてまいりたいと考えておりまますす以上でございます12番、中村俊輔、はいはいまあ消防団といいますとです、ね、やはり消火活動以外にもです、ね、地震とか、また水害などのです、ね、地域全体に及ぶその災害の防除であったり、火災予防の広報であるとか、また地域行事での警戒活動、もう本当にです、ね、いろいろな役割を果たされております。 まあ各消防団がですね対応する災害はもちろんなんですけども、平常時の活動ともですね関連を、関連付けをして用意しておく必要があるんじゃなかろうかなと思いますし、また、団員の方々ですねが安心して活動を全うすることができるように、よろしくご協力をお願いしたいと思いますし、またあの防災システムの見直しというのが、 10年に1度行われていいるとお伺ししましたで、まあ、次回の見直しは5年後だというふうになるんだと思うんですが、まあ、この5年間の間にです、ね、また少しでも多くの地域のためにご尽力をいただいている現場の団員の皆さんの声に耳を傾けていただいてです、ね、また来る5年後のシステム改正時には、そういった声を反映できるような形をお願いしたいと思いますこれは要望に留めておきます。 続きまして子育て環境の充実についてでございます。まあ長相生時代のですね少子化のま要因というとですねやはり未婚化それから晩婚化晩産化そして少産化のまあつがあるかと思うんですけれどもまそういった問題をですね打破するためには国と地方がま連携協力をして。 これまでとはままた次元の異なったですね政策を推進していくことが必要であると考えております。えま子ども医療費についても国全体の問題であるならばあいつまでも国の制度を補完する自主事業とするのではなくて国の制度の拡充ですとか地方創生と人口減少の克服をですね総合的に推進するためにあらゆる財源確保が 必要だと思うんですねその点について何かご見解があればお聞かせ願いたいと思います子ども部長ですか誰財源誰子ども部長財源、えー、再質問にお答えいたしますあの子ども医療費につきましてはあの先ほど議員おっしゃったように、えー、全国的なあ,もあの。 問題だと考えておりますそういった中で私どもといたしましてもその医療費の部分につきましては基本的には国の方で制度を創設していただきたいとそういうふうに考えておりますそういった形で国への要望等を行っていきたいと考えております以上でございます12番中村晋介議員、はい、はい。中村です、えー、まあ 全国知事会、そしてまた市長会ですとか、また長崎県の市長会でも要望がなされているという、まあ、答弁も先ほどございました、少子化対策が、ね、対象事業に含まれている地方創生の先行型の交付金も、ですね当初は基礎交付1400億円、プラス上乗せ交付が300億円の合計1700億円で補助率が10分の10だったんですが、こちらも1080億に目減りをして、補助率も2分の1となっております。えーまあ、他にもですね、えー 地域少子化対策交付金であるとか、補助率が10分の10のものですけれども、これも交付上限が2000万円となっているけれども、まあ、地域独自の先駆け的な取り組みの条件に見合っていないということで、長崎市は、まあ、これは使えないということで、まあ、長崎市民のライフステージに合ったです、ね、総合的な政策を今後とも行っていただきますように、私の方からお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました 本日の市政一般質問はこの程度にとどめ9月7日午前10時から本会議を開き市政一般質問を続行いたします本日はこれをもって参会いたしますお疲れ様でした